you think you were right、bring it on, prove me wrong. Go put up a fight、the way I do, way I do will knock you down. What's up guys, welcome back to our channel. It's me, Emily. It's me, Lisa. はい、突然カメラマミ回してます、今日。はい。今ランチタイム休憩です。午前中ズームミーティングどうだった、アリちゃん？すっごく6時間ぐらい長いですね。すっごいつまんないですね。はい、はい、はい。はい、今日のお昼は昨日の残りのお味噌汁と冷や麦でーす。今日お出かけしようと思うんだけど、もうすぐハロウィンじゃない、アリちゃん？ハロウィンのデコレーション、デコレーションをしたい人、マミも。そう、今年は初めての一軒家で迎えるハロウィンなので、いつもさ、コスチューム着てさ、人のうちにトリックアトリートする側だったじゃん、エミアリちゃん、だけど今年はトリックアトリートされる側になろうと思うんだけど、でさ、テーマを決めたいんだけど、どういうテーマにする？すっげー怖い。 I wanna put like a grave or like RIP stone right there, and I wanna put like dead like people's like skin, like this plasticLike hand that has like, that's like arm off of the body and then it's around the graveyard. OK! じゃあそれを今日は買いに行こうと思っているので、早く宿題終わらせるよ、アリちゃん。 OK? 作文もチャ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 って書くよ。 OK? Alright! じゃあ午後のズームもちょっと頑張ってください。はい、バイバイ。はい、宿題お疲れ様。長かったね。今日はね、ハッピーフライデーですね。はい、お買い物するにはふさわしい。今からね、じゃあ行くモールは最強モールです。最強モールなの？ママが大好きなターゲットと、なんとパーティーシティと、あ、お菓子が売ってるところ、ウォールマートと、そしてパパが大好きなホームディポ。このね、最強の4つの店舗がそのモールにはあります。4カ所全部でハロウィンのデコレーション取り扱ってると思うので、早速行ってみましょう。楽しみ。レッツゴー。はい、ホームディホポ来ましたよ。ハロウィンコーナーあった？本当だ。ここパパが大好きなお店です。もうね、あれだよね、1日じゃ見て回りきれないぐらい大きいホームセンターみたいな感じです。今リフォームやってるからね、毎日のようにここ来てます。じゃじゃーん、あったよ。どんなのにする、アリちゃん？アリちゃん、いける？アリちゃん、怖いの？売ってるじゃない、このグレービアード。どう？これは死神みたいなやつ。アリちゃん、どうしたの？何、怖いの？あいちゃん、大したことなかったよ。ママ、これいいんじゃない？これ？はい、あの218ドルでございます。こんなのさ、買ってもさ、来年までさ、しまっておくところがなくない？こっち行こう。どうしたの？どうした、アリちゃん？怖い？じゃあ分かった。でもさ、見ないと買えないよ。いけないの？どうしよう、パンプキン。ほら、奥に可愛いのもあるよ。あ、じゃああっちのさ、かぼちゃのところに行こうよ。こっちから回っていこう。ママと手つないでいこう。お手手つないでいこう。こっち側じゃない、こっち側じゃないの？じゃあこっち側から行く。ぐるって回んの？あ、これ可愛い。どう？可愛い。これ可愛い。
いいんじゃない？かぼちゃのやつ好き。これ。これは何する？あ、これも光るんだ。見て、ソーラーパネルついてるよ。これで電源がいらないんだね。あ、これもかわいいよ。なんか見て、黒だけど。黒の、ポルカドット。そう、ポルカドット。これ3段になってるやつだね。白いやつもあるよ。ねえ、白もかわいいね。あ、探したところがあった。これや、これ、ガレージのところに動く、光の動くやつ。これ、すごい、ハッピーハロウィンって書いてあるよ。これ、いいんじゃないの？これ、こういうふうに。こういうふうに出るのか。でも、これはさ、エミリー、文字だけなんだよ、こうやって。文字しか出ないの。こっちの方がいいと思う。これは、こういう感じで、いろんなお化けが出てくるの、次々に。あ、これもいいよ、見て。かわいい。これどうやって映すんだろう。あとさ、こういうのは、こういうテープ、ほら、デンジャーみたいな。あ、それ欲しい。やろうね、これ。これもやったらいいんじゃない。で、ママ、一般的な芝生の周りにそれつけるお化けなの。うん、これライトだよね。ママもこれいいなと思ってた。芝生のエッジのところでしょ。うん、ね、足元がさ、明るくないとさ、危ないもんね。うん、あの、お化けがいいの？お化け。これがいい？アリちゃんもこれでいい？うん。あ、でもこれ3個しか入ってないんだって。どうする？3個で20。はい。はい、ここにもグレービアードあったよ。エミー。ママは個人的にこれが好きだけど、これ超怖くない？この雪女みたいなの。あ、本当だ、提灯になってるね、ジャックランタンが。ここライトたくさん売ってるよ、他にも。紫も綺麗だけど、オレンジの方が目立つね。これ欲しい、目玉。これかわいい。で、この写真はね、前から見ると普通の男なんだけど、ちょっと角度がすっごい。どれ？ここから見ると普通の男の子なんだけど、ちょっと角度を変えると、本当だ、すごいブローディー。ママ見て、これ超面白い。怖い、これ。これ、あ、顔になんか血のりをつけるやつ、これ。これガンに打たれたみたいな。あ、もう超、本当にこんなリアルになるのかな？まあ、すごいね、これだかも。超怖いくない？こんな人がさ、本当にハロウィンの時に出てきたら、マジ怖い、ね。アリちゃん、フロントヤードにさ、うち大きな木があるじゃない？うん。そこに何かさ、ハングしようと思ってて、マミー、お化けを、うん。これどうかしら？これ、ハングするの。この骸骨？その骸骨。すごい。骸骨どう思う？アリちゃん。いいと思う。いい？ちょっとこれもいいんじゃない？これ。おばさん、死んだおばさんみたいな。マジでこれ怖い。なんかさ、やばいよ、これ夜目があったらさ、めっちゃ怖いじゃん。ハングできんの？これちょっと怖いんだけど、ママ。なんかリアルすぎじゃない？ターゲットのハロウィンコーナー来ましたよ。あ、あの辺に売ってるんじゃない？この小物かわいいね。あ、これすごいかわいい。このメリーゴーランドみたいなやつ。ここにほらお菓子とか入れてくるくる回すんじゃない？かわいい。あ、これお菓子に置くの？わかんないけど、メリーゴーこれいいね。コロナだからさ、ここに一つ入れてご自由に一つお取りくださいって言ったら、次の子が来たらくるって回して、はい、また次の方こちらお取りください。よくない？これいいな、買おうよ。50ドル高いね。こと、これは高いね。これさ、バックフラワーじゃない？可愛くない？これ可愛い。10ドルだよ、これ全部。それ LED だ。あ、この提灯よかったじゃん。さっきのお店のやつ LED じゃなかったけど。うん、でも1個しか入ってない。ん？何個か入ってんじゃない？いつも1個しか見えない。うん。
10 pumpkins だって。10個多分これあの玄関のゲートに置けるんじゃない。あ、それじゃあくるくるする。うん、これする。この子かわいい、このお化け。あ、かわいい、プルプルキャンディーとしてる。ねえ、この子いいね。でも40とか結構。まあ見てこれシンプルールシンプルールやってる。本当だ、ロビンやってる。これ、これまま欲しい。家族全員ワンピースファンとしたらこれマストバイじゃない。マストバイだよこれ。あれちゃん、ウォールマートすごいたくさんライトある。うん、見てこれミニのさ、ボックスの中にキャンディーが入ってるやつ。うん、それお誕生日にやるやつだね。うん、あ、これぐらい大きいのも可愛いんじゃない。うん、可愛い。残念ながらでも LED ではございません。はい。このこれ可愛いな。4フィート 1.2 メートル短っ。短っ。あ、これちっちゃいけど、また3個入ってる。でもさ、これ1個がさ5ドルで安いよ。たくさん買っても買えるよ。じゃあ2個買う。ママ6個になるで。すごい、このワインスペシャルエディション見て可愛いね。可愛い。トリックアトリートの日は大人も楽しめるようにホットワインとかそういうものを振る舞うお家もあるんだって。だからホットワインってあったかいワイン。そうそうそう、温めんのワインを。10月の終わりも寒いから。これ面白い。これオレンジのビニール袋に落ち葉を入れてこうやってかぼちゃに見立てる。これエコだね。これいいね。はい、ただいまー。ただいまー。はーい、家に帰ってきました。もうすっごい遅くなっちゃった、外真っ暗。はい、今日はね4軒はしごをしてハロウィンデコレーションをいろいろ買ってきましたよ。じゃあちょっと紹介して。これは中に光がつくジャック・オ・ランタンです。うん、あと顔が違うんだよね、ちょびっと怒ってるのとニコニコしてるやつ。これは木に吊るすやつ。あ、目光るやつ。あ、ママそれ知らなかったんだけど。手がこういう風に伸びて、ほら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 、はい、あの大きい木がねフロントヤードに1本立ってるので、そこにちょっとハングしようかなと思ってます。で、これは、土にぶっ刺すものですね。トゥーキュートスプーンっていうやつで、はい、これも土にぶっ刺すやつで、そのぶっ刺すやつ4つ買いました。はい、うん、それをと、パンプキンとマンションと、ゴースト、ゴーストで、うん、あれちゃんその足やってごらん。違う、こうだよ、こうだよ。ちょっと待ってね。ブルン。そう、それを芝生のところにね、立てます。あと、これがパンプキンのライト、玄関のね、ドアのところにちょっと飾ろうかなと思ってます。あと、これはグレイビヤードで、ここに、ここを押すと、ちょびっとだけ光るんだよね。電気消してみます。お、あ、いいんじゃない、すごい雰囲気出る。やっぱりなんか光るのと光らないのがあって、光らないのはもうちょっとお値段安いんだけど、光るの買ってきてよかった。あと、これがガレージに光るライト、あのガレージにその模様を映し出して、しかもその映ったライトがあの動くってやつだよね。これすっごい楽しみ、どうなるのか。あとラストです。これは、ハッピーハロウィンっていうさ、レターを、うん、芝生にぶっ刺すやつなんです。またぶっ刺すやつ。またぶっ刺すやつ。こんな感じで、あのお庭にね、ハッピーハロウィンっていう文字を飾ります。はい、ということで、今日マミすっごいお買い物楽しかった、いろいろ見れて。エミリも、ナイちゃんも。今日はね、もう夜で遅くなっちゃったんで、実際のデコレーションはしませんが、またね、はい、あの別の日にお庭をちゃんと綺麗にして、あの飾り付けの動画をね撮ってみたいなと思います。また見てください。
最後まで見てくれてありがとう。次の動画を見てね。バイバーイ。Thank you. Thank you.